今モテ、城崎仁の今からモテに行くぞ。あんなものはもう都市伝説、偶像。それはすぐ女性とね、そういう体の関係を持つとかそういうことじゃなくて、女性と喋るのにまずこれやめましょう。初対面で絶対聞いちゃいけないのは、一連の流れで聞いてあげた方が女性も会って出しやすい。ここでやればイエスはもうこれもらえますか。女性に対して2つ動きをやります。番号交換してもらっていいですか。番号交換してもらってもいいですか。わかりますか。これはいいですよ。ポイント高いですよ。僕でもドキドキするからね、これね。はい、ということでですね、今からこのですね V を見ていただければ、その日からあなたはモテモテになります。ただ言っておきます、あの城崎仁が今まで培ってきた、本当は出したくないノウハウを全部惜しみなく皆さんに伝授します。差し上げます。モテてください。どんどんいい恋愛をしてください。彼女を作ってください。ただし女性の方あまり見ないでください。男にしか知られたくない本音とかもバンバン喋っちゃってます。あくまでモテたい、今からモテたい男性必見です。さて、第2章はメールアドレスを交換して1回目の大切なメールをやり取りしてから、女性をいよいよデートに誘うまでをやります。僕の経験上絶対間違いないこと言いましょう。1回2回のデートよりでかい時があります。お互い終わるタイミング分かんないですよね、よくメールって。でデートに誘う時は必ずデートしようみたいなこと言うのやめましょう。女性が例えば金曜日休みだったら木曜の夜がタブーっていうことなんですよ。絶対やんないでほしいタブー、午後お昼過ぎからのデートにしましょう。うん、じゃあ今日朝まで飲んじゃう、騒いじゃうみたいな風になったら、はい、深いですね。次の日必ずメール打ってください。この1回目のメールがすごくいろいろ左右してきますんで、その大切な僕の秘伝の技を教えます。さて、第3弾ではついにデートをしてですね、いよいよあなたに彼女ができる番です。女性はテンション上がらないよね。この人にもっと自分の情報を吐き出そう、喋ろうっていうテンションにはならないから。男性諸君、女性はヒール履いてるんですよ。ヒール歩けないですよ、ね、まして雨。ああいう時はゆっくりゆっくりいいからねって、早かったら言ってねぐらいのちゃんと紳士の気持ちを忘れないでください。好きなもの飲んでですよ、必ず。それでメニューはですね、必ずこれはチャンスなんです。皆さん、そういうことを言える男の人は一歩他の男よりもモテる男になります。ちょっとずるいかもしれないけど、 100% 好きになってもらってから告白しようって、みんなそういう頭でデート臨むから難しいの。俺はもうそこは告白するべきだと思う。絶対って言っていいぐらいあなたは彼女ができます。彼女ができるまで告白ですね。そこまでをしっかりやりますんで、ここは一番大切なとこなんで、しっかり